スバルビビオです。ちょうど去年ラジエーターから水漏れということで100均の冷気性のボンドで1年ぐらい持ってましたけど、やっぱしちょっと耐熱性が悪いかなということで、まあ新しくこの母子系エポキシ系の耐熱300とかをこれを購入しましたので、これで穴を塞いでなんとかあと 4,5 年乗れるかなというところです。まあ頑張ってみます。また次成功したらまた動画を2週間以内ぐらいにまた上げますので、また期待しておいてください。以上です。